A 段01系電車。A 段01系電車。A 段01系電車は、1984年、昭和59年1月1日より、営業運転を開始した、低都高速度交通 A 段、A 段の通勤系電車である。2004年、平成16年4月の A 段民営化に伴い、東京地下鉄、東京メトロに継承された、銀座専用の車両である。 2017年、平成29年3月10日に01系最後の30編成が銀座線での営業運転を終了した。同年3月12日の抽選によるファンイベントでのラストランにより丸の内線の中野車両基地まで運行され、東京メトロでの運行が終了した。本校では東京メトロでの運行終了後に熊本電気鉄道に譲渡され、2015年、 平成27年に営業運転を開始した車両、熊本電気鉄道01系電車についても記す。半蔵門専用の8000系までの実績に、さらに新しい技術を導入し、各種の改良、検討を実施した上で1983年、昭和58年に、試作車一編成が落成し、翌年の1984年、昭和59年から、 量産が開始された。アルミ合金製で、車体長16メートル級、車体幅は2550ミリメートルの3、扉車である。1997年、平成9年までに6両編成38本、228両、が製造された。1980年代当時、銀座線において運用されている車両には、戦前から使用している車両があり、 その後に投入した車両も同様なデザインから銀座線は古いというイメージが一般乗客に多くあった。このため従来の銀座線車両のイメージを大きく変えるデザインを採用し同線のイメージアップを図ることを目指した。本系列のデザインコンセプトは機能性、明るさ、シックさとしている。各客用ドアの室内側上部には 路線図式車内案内表示器が設置され、合わせてドアチャイムも明動する。このような設備は当時は珍しく、乗客にも好評であった。量産車からは案内表示器の両端には次の駅のドアが開く方向を予告点灯するランプが設置された、表示器両端の緑色のランプが点灯、途中からこのドアが開きますのランプ型に変更。試作車はこの案内表示器が 量産車と仕様が異なっていたが、ため池さんの駅開業準備時に量産車と同じものに更新された。また駅ナンバリングを導入した際に、駅名表記部には駅番号を表記したステッカーが重複された。銀座線の旧型車の置き換え用として登場した、いわゆる 0XK シリーズの最初の系列であり、 以降、英団時代に設計された他路線の旧型車の置き換え用車両及び列車増発用増備車には一部例外を除て 0X 系の系列名が与えられている。走行性能は従来の銀座線車両を大幅に上回り、高速性能はかつて日比谷線に在籍していた3000系に匹敵する。1993年に01系に統一された時点で、 CSATC 導入と合わせて銀座線のスピードアップが実現した。前述したが銀座線のイメージアップのために全く新しいデザインで製造された。同様のデザインは後の 0X 系列でも多く採用されている。外観では車両限界を有効活用するために屋根剣部をトンネル形状に合わせて直線的にカットし合わせて 戦闘車前面の角も直線上にカットして、全体的に直線性を強調したデザインを採用した。車体は、千代田線用の六0系以降の車両と同じく、アルミ合金製の無塗装車体である。しかし、車体構造は、従来の骨組み構造から、アルミ合金の大型や、中空の押し出し型材を多用し、これを連続ミグ溶接で組み立てる新しい工法を採用して、 品質向上とコスト低減を図っている。側窓の下に銀座線のラインカラーであるオレンジ色の帯とアクセントとして大丈夫に黒、白の細体が入っている。検討段階では側窓の幅いっぱいにオレンジ色のマーキングフィルムを貼る案もあったが、軽快さに欠けるということで採用されなかった。デザインが決まった頃には18個の星、 当時の銀座線の駅数からは G を囲むシンボルマークを運転室後部側面につけるという案もあった。全面形状は左右非対称で非常口貫通式、スイング式、プラグドアである。第三機乗方式のため線路に降りると関連の危険性があることから非常階段、はしごは設置していなかった。しかし、2008年頃より非常用はしが 運転室内に設置されるようになった。全面ガラスは青みかかった、熱線吸収ガラスを使用して3分割されているが、窓間の柱を黒く塗装し、一体感を持たせている。窓上部には、行き先表示器、運行番号表示器と車両番号表記を配している。行き先表示器は、前面のみで、側面には設置していない。車両番号は、 従来の X000 系列をやめ、新しく、0X 系列の車両番号表記を採用した。下記の運用と編成項目も参照のこと。銀座線は、他車線との直通運転を行わないため、A 段時代は車外にシンボルマーク、段明、S マークの表示は、スマメンの形式、車両重量表記部にしかなかった、02系は側面のみ。が、東京地下鉄発足時には、 シンボルマークのハート M が正面と側に貼り付けされた。内装配色はベージュ系の模様入りで、天井はホワイト系のセシリア、側壁にベージュ系のストーンワークアイボリー、袖仕切りにはベージュに茶色で斜めのストライプが入ったバイアクスと呼ばれる化粧板を使用した。座席は6時車まで共通で1人分の掛け幅が 440mm の ロングシートである。床式ものは中央をベージュ、外側を茶色とした2色である。これは床を色分けすることで座客の足を投げ出すことを防止するためのフットラインとした。側窓は全て開閉可能な一段加工窓である。なお、営業区間の地上部は渋谷駅付近のみであることから巻き上げカーテンは設置していない。客用ドアは客室側も化粧板仕上げである。 ドア窓は従来車両では面積の小さいガラスが使用されていたが本系列より下方向に大きいガラスを採用したドアエンジンは低騒音で従来よりも保守が良い中もい取り付け形を採用した連結面は8000系同様各車端に貫通扉を設置し妻窓も設置する2棚にはステンレス線を格子状にスポット溶接した 新しいデザインのものを採用した。これは、後の 0X 系列でも採用されている。車内の吊り革は三角形であり、当初は座席前の線路方向のみ設置していた。その後、二次車からは枕木方向へも吊り革が増設された。さらに、ドア上部の線路方向へは、後年に前車が増設された。この他に、車内放送装置には、 自動音量調整機能を設置し、乗客へ聞き取りやすいものとしたほか、路線図式車内案内表示器、ドアチャイムや車外スピーカーなど、サービス向上のための新しい機器が採用された。2007年、平成19年夏頃から非常通報装置と、非常コックの案内表示、車内号車表示と消火器表示のシールが1万系に、準じた、蛍光塗料の塗られたものに変更された。 乗務員室内装は緑色、運転台軽基板は紺色のデスクタイプである。主観制御器は前後にスライドする横軸レバーのツーハンドル式である。軽基板中央にはアナログ軽器式の速度計、時速 90km 表示が、左端には故障表示器がある。乗務員室と客室の仕切りには全面窓と同じような比率で窓が3枚あり。 車高膜はすべての仕切り窓に設置してあるが、原則として大窓と乗務員室仕切り扉窓が使用される。なお仕切り扉窓は開閉可能な窓で、ガラスにはオレンジ色の着色ガラスを使用。客室から見て一番右側の窓は透明ガラスを使用する。仕切り扉にオレンジ色の着色ガラスを使用したのは運転士が、 車高膜を使用しなくても運転に支障がないようにするためや車掌が案内放送の際に乗客の視線を気にせずにできることを考慮したものでる。01系の導入当初、銀座線では駅冷房とトンネル冷房を実施しており、また車両限界が小さく車両の冷房化は困難と考えられていたため、第23編成までは非冷房車で落成した。 その後、1990年、平成2年に、三菱電機において、厚さ 240mm と薄型の冷房装置が、開発された。冷凍能力は 14000kcalH16.2kW ロロであり、これを屋根に埋め込む形で、各社2機搭載した、中薬分子機、三菱電機製 c u 7 6 6系。試作として1990年、 平成2年8月に第16編成に冷房装置を搭載し、機能確認後に本格採用へ踏み切った。冷房可改造を施行した車両では、車外スピーカー部を除き側面上部の通風口を塞いで、お、当初より冷房付きで登場した編成とは明確に区別できる。冷房未搭載で浸透した車両は収益開始の時点では天井が高く通風用に 外気循関係のファンデリアが各社6台設置されていた。冷房車、冷房改造車では冷房用ダクトと補助送風機のラインデリアの桶で天井が低くなり、さらに車端部は冷房装置本体があるため、この場所は中央部よりもさらに 110mm 低くなっている。試作車及び一時車は暖房装置を搭載せずに落成した。銀座線は 渋谷駅付近のごく一部を除き地下を走行するため、当器でも車内温度の低下がほぼ生じないと判断されたためで、ある。渋谷駅電流線に留置中の車内温度低下を考慮し、二次車以降は暖房装置が搭載されたが、試作車、一次車は冷房装置搭載後も暖房装置の設置が行われなかった。この、被暖房車の座席下のカバーには、 温風の吹き出し口となるスリットが存在しない、車内内装の画像も参照のこと。走行機器類、車体構造も一部変更されており、妻部の角の処理が丸みを帯びたもの、ネジ止めありから直線的、溶接処理なものになっている。03系も一時車は01、系一時車と同じ処理になっている。2008年、平成20年時点での座席モケットの表地。 床材は、経年劣化により、張り替えが実施されており、いずれも、落成時のものとは異なる。2008年現在の座席モケットは、非バケットシート車、第01から20、22,23編成は、オリジナルに近い茶色の区分柄モケット、バケットシート車、第24編成以降は、赤色のプリント柄にそれぞれ変更れている。 21編成のみ交換されずにオリジナルのモケットを使用している。なお、優先席付近の座席は青色であり、この付近の吊り革はオレンジ色のものに交換されている。また2010年、平成22年11月現在、第5.1517.38編成に転落防止ホロが取り付けられている。編成表、形式番号は5桁の数字で表される。 最初の2桁は系列を表す、0値で小さく表記される。その後の3桁の数字では、100位は編成内の順位、10位と1位で編成番号を表す。MT 比は 3M3T である。各電動車に制御装置、制御車に15区場電動発電機、第37.38編成は49場、静止系インバータ、空気圧縮機、蓄電池を搭載。 また、冷房電源として付随車には119場出力の SIV を搭載している。編成は38本すべてが上野県尺に配置されている。最大運用本数は35本であり、3本は予備編成である。運用区間は銀座線全線である。また、本系列の重要部検査、全般検査は丸の内線。 港南分岐線の中野富士見町駅付近にある中野工場において施行されているため、同工場への入り出場回送列車が不定期に運行される。なお、過去にイベント列車などの臨時列車で丸の内線を走行する場合があった。しかし、同線各駅へのホームドアの設置後は、ドア位置の関係から営業列車としての入線は原則不可能となった。 過去のイベント列車の実績では、元日朝に運転された新春ライナーや隅田川花火大会開催日に運転された花火ライナーなどがある。2010年5月2日には映画、仮面ライダー仮面ライダー仮面ライダー,仮面ライダーザムービー町、電王トリロジーの公開を記念したイベント列車、メトロデンライナーが上野赤坂見つけ中野富士美町間で運転され、第二編成が使用された。 本系列の新車搬入時にはメーカーから公衆車両輸送により川崎貨物駅に輸送そこからトレーラーによって中野県区へ搬入され整備の後銀座線に改装される東京メトロでは2010年度時点では工場検査の入場時期となる4年を基準に車両回収時期を定めている東京メトロでは営団時代より経年12年目で C オサム工事と称する簡易な改修工事、ゴム材や床関係の改修、24年目で B オサム工事と称する大規模な改修工事、内装取り替えと電気品の更新、36年目で C オサム工事、48年前で廃車となる、ライフサイクルを見込んでいる。ただし、これは、モデルケースであり、01系に限らず、必ずしも、 この時期に改修工事や廃車が実施されるとは限らない。このため、本系列についても丸の内線例2系同様に大規模改修工事を施行することも考えられたが、銀座線車両は小型なため、改修工事に合わせた新型機器が搭載できないという問題点などがあり、最終的には線系車両の導入に伴い置き換えられることになった。 置機会社となる線形は2012年4月11日から1編成が営業運転を開始した。2013年度に入り、第31編成、2013年4月1日付除籍、を皮切り日本系列の廃車が開始されており、2017年3月10日をもって最後に残った第30編成が営業運転を終了、12日の中野県尺への廃車改装を兼ねた。 臨時団体列車を持って、完全退役した。銀座線は丸の内線同様にホームドアの設置とワンマン運転が検討段階にあり2016年平成28年度までに全車両が線形に置き換えられ線形に車種が統一された後には第三機上の標準電圧を直流 600V から直流 750V に昇圧することが予定されている。なお、 ホームドア設置、ワンマン運転を計画している、関係上、停車時分が拡大され、その関係で、所要車両数も多くなることから、1000系の編成数は01系の38本よりも2本、多い40本となり、1993年の01系統一以前の編成数に戻る。廃車となった01系のうち、熊本電気鉄道が5000系。 元東急5000系の後継車両として導入したもので2014年度と2015年度にかけて2両1編成ずつ合計2編成4両が導入された2014年度上都分の1編成2両は4次車である第36編成の両先当車01から136プラス01から636を改造したもので2014年5月に 西鉄築士工場へ搬入され、西鉄テクノサービスにより改造工事を行った。改造内容は、機関が異なることから、6000型に導入して、成果を上げた川崎重工業製の新型台車、f e に換装。また、終電方式も異なることから01から136側の屋根状にシングルアーム式のパンタグフ2機を新たに装備している。床下の制御装置は、 東芝製、イベット素子 VVVF インバータ制御装置を新設し、熊本電鉄発の VVVF インバータ制御車両となった。また、従来車両に比べて、車体幅が若干狭く車両の乗降口とホームとの間に隙間ができるため、乗降口にドアステップの増設が行われ、ワンマン運転対応用として車内には、整理券発行機、両先頭車の前面には、 広報確認用のミラーが設置されている。ラインカラーは銀座線時代のままで変わらず、メトポン、東京地下鉄のキャラクターであるタヌキを用いたドアステッカーもそのまま流用、さらに掲載した熊本電鉄の車掌もメトロ時代のデザインに合わせるなど、可能な限り東京メトロ運行当時の雰囲気を残す配慮がなされている。2015年2月21日に、 同社北熊本車庫に搬入され、同年3月16日より、菊地線の上熊本北、熊本間、上熊本線で営業運転を開始している。2016年1月13日に2015年度上都部の4次車、第35編成両線当車1編成2両、01から135プラス01から635が、北熊本車庫に搬入され、 同年3月1日より運行を開始した。2016年4月頃に編成ともスカートが取り付けられた。さらに、同年6月11日より、第36編成に熊門のラッピングが施されており、2017年10月には、第35編成にも熊門のラッピングが施され、同年10月14日、鉄道の日より運行を開始した。なお、全車。 36編成は、原型を生かした部分ラッピング、者三35編成は、東京メトロでの後継車両である線形風の全面ラッピングとなっている。2017年6月現在、2編成とも、藤崎宮前、三好島、本線、上、熊本北、熊本間、上熊本線の両方で運行されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。